群馬県道、埼玉県道71号高崎神奈秩父線は、群馬県高崎市から、田野郡神奈町を経て、埼玉県秩父市を結ぶ県道である。群馬県内で2カ所の未共用区間がある。秩父市上吉田付近起点を、群馬県高崎市、終点を、埼玉県秩父市、重要な経過地を、群馬県田野郡吉井町、万場町とする。 群馬県と埼玉県より認定を受けた県道の路線である。高崎市内は二つの経路があり、一方の旧道は、高崎市中心部の生誕、国道17号成績橋交差舷を起点として、成績橋でカラス川を渡り、もう一方の新道は、高崎駅東口の南方、群馬県道12号前橋高崎線が、JR 高崎線を陸橋で渡り終えた先の、 四五日町交差点に橋を発し、間もなく上越新幹線高架下を通り、立体交差となる国道17号上南大橋交差点を経て、上南大橋で唐津川を渡る。この二つが寺尾町北交差点で合流し、群馬県道30号、寺尾藤岡線と分岐した後、中山峠を越え、高崎市吉井町に入る。川にか,かる田子橋を渡り、 旧吉井町の中心街に入り、上新電鉄を越え川内交差点で、国道254号に突き当たると、わずかの区間を重複し、同市吉井町吉井の駅入り口交差点で別れなんか、同市吉井町、東谷大番地から、県道の指定が途絶え、車両の通行はできない。ここから山を越えた藤岡市上日野のまだらどから、再び県道71号の指定がなされており、 ここを起点とする群馬県道175号上、日野藤岡線とは反対の西へと向かい、2.5km ほど先、藤岡市上日野の小柏で、群馬県道177号海上西支線と分かれ、道は南の東石峠へと向かうがここで、再び県道の指定が途絶えており、道路は舗装もされておらず、一般車両の通行は極めて困難である。西三かぼ山の尾根、 鬼鉾スーパー林道沿いの東石峠から県道への指定が復活し、田野郡神奈町を南西へ通り、旧万場町中心街で国道462号に突き当たる。東へ 1km ほど国道と重複した後、南へと分かれ、神奈川を渡ると山道を南東の土坂峠へと向かう。群馬、埼玉県境にあるこの峠は水道となっており、 抜けると埼玉県秩父市である。ここからは埼玉県道となる。埼玉県に入ってからも序盤は9カーブ連続の狭い山道がある。秩父郡皆野町、小賀野町に挟まれた区間を通り、埼玉県道37号皆野両上荒川線と合流し終点となる。現在は高崎市の一部。現在は田野郡神奈町の一部。 平成6年群馬県国時代240号に基づく表記。2009年に高崎市に編入。平成6年群馬県国時代240号に基づく表記。2009年に近隣の中里村と合併して、現在は神野町。ありがとうございます。